まあ、いつも遊んでる芸人仲間との話なんですけど、うん、まあ、大体その仲いいのは、まあ、ここでもよく言ってますけど、三四郎の小宮さんとか、うん、まあ、浜口浜村の浜村さんとか、うん、ルシファー吉岡さんっていうね、まあ、三人ともマセキ芸能者の芸人さんですけど、うん、まあ、同世代ですし、いつもね、遊んでるし、ですけど、ルシファーさんってね、うん、まあ、まさき、面白いです。ほんと、ピンの芸人さんなんですけど、ライブじゃ今一番受けてるぐらいのね。面白いですね。ネタ本当に面白くて、うん、本当に今年、まあ、2015年一気に行く可能性もね、ありますよね。ある人ですけど、うん、まあ、ルシファーさんって、大学院も出てて、うん、まあ、結構経ってから芸人始めたんで、僕らより年は上で、うん、しかもまあ、ハゲてんすよ、ルシファーさんって感じでね。別にネタを、ハゲを生かしたネタというわけでもないけど、うん、まあ、ルシファーさん、すげえハゲてるし、見た目面白いし、ね。見た目面白いし、なんか、僕とか小宮さんはね、うん、いつもルシファーさんのことをハゲとかいじるっすよ、もうずっと。うん、しかも僕らすげえしつこいから、何時間、まあ、たまに見てると思いますけど、見てますね。何時間も言い続けるでしょ、うん、僕と小宮さんで、その5時間ぐらい同じことをずっと言い続けたりして、まあ、ルシファーさんもね、最初はちゃんとこう、芸人同士の会話ですが楽しくこう、突っ込んでくれたりするけど、うん、まあさすがに嫌になる、てかもうめんどくせえなみたいな。しつこいからな。時もあるんでしょうけど、一回その、駅のホームでもうずっといじってて、うん、全部にハゲをつけて言うみたいな、電車のことをハゲしゃとか全部そういうのをして、来ましたよみたいな、しょうもないことをずっとやり続けてたら、これだと思ったのか、電車が来てガーっていう雑踏の中、ルシファーさん口パクで突っ込んで振りだけして何それ。だからバーって聞こえないでしょ、会話が。で、わーって過ぎて、あと、さも、処理しましたよ、みたいな顔で。なあ、いじりやいじりやったのそうそうそう。電車の雑踏でごまかしたの。めんどくさい。いや、ルシファーさんなんか言いましたよ、ね。もう言ったり。それに対してのツッコミしたから、みたいな。もう言わないから。何電車の雑踏を利用してんだっていうね。それこそ、まあ、ここもね、すぐ通りますから。ありますね。ちょこ電車の音入ってるかもしれないですけどね。まあ、これはうまく聞こえてるでしょうけど。昨日、東洋館行って。浅草のね、はい。ずっといじってたでしょ、お前と小宮さんが。まあね、はい。で、バーって、タバコ吸うところに来て。喫煙所みたいな、はいはい。また捕まったよ。こぼしてました、ね。いや、そうです。楽しいですからね。しつこいですからね。あいつらね。あ、そういう口をこっちに言う時間帯もあるんですね。そう、僕のところにこぼしちゃった。僕と東口さんに。さらばの。そうなんか似た。そうそうそう。森田さんに見つかったらいじってきそうですからね、多分そっちの。森田さんもそう。うるさいもんな、僕ら本当に。みんな、芸人さんって今からで優しいですよね、そう考えたら。うん、こんなうるさいや、それは。ダントツでうるさいけどな、お前と小宮さん。まあ、楽しくなっちゃいますからね、楽屋はどうしてもね。なんかね、そういうことも普段やってますよっていう。何人か本当に落ち込む人とかいますけどね。こんな喋んなきゃいけないのかな、芸人って、みたいな。いやね。そんなことはない。いろんな人がいて、成り立ってますからね。こういうタイプもいますしね。まあ、稀中の稀ですけどね、こういうタイプは。ほぼ喋んないですから。まあまあ、その辺のこぼれ話もしつつね。他のね、事務所の方の話もまたね。ああね。できたら、いろんな、どういう人と仲いいかとかも分かってもらいたいですしね。うん。エレキテルから見てくれた人は、エレキテル以外のね、エレキテルウエストランド以外の、まあ、タイタンメンバー以外のこともね、うん、知っていただければ、口で紹介することにはなりますけどね。そうですね。なんか口ることがあったら他の芸人さん。残念ながら。ことも言いますんで、ええ。他のね、それこそルシファーさんのファンの方とかも見てもらいたいですし、ね。ああ、いいですね。取り込みましょう。タイトルルシファー吉岡でつけてもらってね。うん。どうなるか。これ少なかったらまたそれをルシファーさんに僕らもすげえ言うし。勝手に愚痴っといて。ふざけんな。勝手にやり玉にあげといて。嬉しくなっちゃいますからね。多分小宮さんとかすげえ言いますから。ああ。まあその辺もね、芸人仲間の話、なんかあれば言ってもらってもいいですかね、たまには。まあまあ、そうですね。いつも遊んでる、メンバーとか話もあれば。まあ記憶に留めてないんでね、僕は。ほぼね。その場でも。話は出てこないと思いますけど、はい、何かあれば言いますんで。そうです、ね。お願いします。平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランドの愚痴ラジ。ぜひチャンネル登録してください。ちょっと一言お願いをね、してもらって。いや、そうなんですよ。まあ、愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから。そうなんです。こんな感じですから、僕は。隣にこいつ座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください。お願いします。